ゴール正面に藤沼。さあファーサイドだ、落としたところ、まだある、決まった、相模原がゴールをこじ開けました。このシーンです。ファーサイドで山下が落とし、ここはよく大谷反応しましたが、最後バーに当たって吸い込まれています。